毎日している誰でもできる練習方法、あのね、まあ結局思いついたことをその場で弾くっていうことをもうほぼ最近はずっとやってる。あの、まあ確かにもっと早く弾けるようになりたいなとか、あのやっぱ思ったりはする。例えばあのトモヤってね、たびたびここに来るあのこっちの、まあ、後輩っていうか、まあ、友達ダチがいるんだけど、あのあいつとかがなんかうちに来て、あいつが俺の目の前でブルーって弾きまくったり、そうやって弾ける人を見るともうすげえ羨ましく感じる。だからあもっと指動く練習しときゃよかったなとか思う。でもあのそれはまあ別にあの早く弾きたければやるだろうしって感じだけど、今はもっともっと自由に歌う練習とかそういうのをやってるかな。だからあの本当にもうずっとやってるけど、説明するときも必ずやってるけど、まあ、なるべく歌う、あのブン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 ようにしてる。それがなんかリンクしてないと、ほんとねフレーズってね、もうほんとね上辺だけで弾いてるってのはすぐ分かっちゃうわけですよあ指でやってんなみたいな指で音楽してんなみたいなのがあの分かっちゃうって、 俺自分の話ね、あの誰かが分かっちゃうとかじゃなくて、俺は後で自分の演奏を見た時に、ああ今なんか指だけでやってんなとかって思う時たまにあるわけで、そういうのをなるべくなくしたいなと思ってる。あ、今ちゃんとモーメント作ってんな。ちゃんと今歌いたいことを歌ってる。今話したいことを話してる。やっぱちょっとそういう演奏に俺惹かれるわけ。俺自身が。こっちにそういう人がいっぱいいるから。だから、なるべく決まったフレーズを練習するっていうよりかは、なんか今その場で思いついたことをはっきり弾けるような練習を今してる。その、今持っている知識。知識は上げられると思うから、知識はあの上げるために、例えばいろんな音楽聴くとか、あの、この間はね、ケンと、ケンっていう、キーボーディストがいて、そいつが弾いたフレーズがあまりにもかっこよかったからビデオ撮って、もう一回今のやって、もう一回今の弾いてって言って、後でそのフレーズを俺もベースでそっくりその弾けるようにしてくるからとか言ってて、まあそういうことはたまにあるけど、でもあんまこうフレーズ自体を覚えてなんとかするっていうのはちょっと今はやってないかな。やった方がいいと思うけどね、やった方がいいと思うけど、でも今はとにかく今やってることは弾きたいことがパッて弾けるっていう練習。だからそのためにはさっきも言ったけど結構歌うようにしてる。何でもいいんだけどね、どんなことでもいいんだけど、それがね結構ね歌った方がいいんだよなとか、歌えた方がいいんだろうなとか結構言ってる人いるんだよ。で多分先生やってる人でもこう、もっと歌うといいよとか言う人もいると思う。でもね、それだけ言ってもやっぱそこにはみんな注目置かないね。絶対置かないね。だって歌うの恥ずかしいもんみんな俺も恥ずかしかった。でも別に綺麗に歌えってことじゃない、あのそういうことじゃなくて、出したい音がどこにあるかっていうのを明確にするために、発言する。こう あんまり俺その俺なんかドラムの人ってさ、結構ドラムのさ、こう肉体的にこうだからとかいう説明するじゃない、わかる。キックを踏むときはここの足をこうストンと落とすようにやりますとか、なんかあんまこう音楽を肉体的にそうやって俺説明ができないんだけど、でも俺が思うに頭で考えたフレーズを指で動かすってことは、指はもう当たり前のように動いた状態にしておかなきゃいけなくて、でも俺たちが本来やんなきゃいけないことは何を歌うかってことを考えるってことを練習しなきゃいけないわけってことを言いたいわけ、わかるもちろんお得意フレーズとか、そのストックフレーズとかそんなのいっぱいあるわけ。もう俺ももちろんいっぱいある、もちろんいっぱいあるんだけど、でもそのモーメントにはまった形で出せるように歌うってことかな。なんかもっと明確に言うならば伝わってくれる。なんか俺でも結構大事なところってそこだと思ってる。やっぱね、楽器の演奏を練習するっていうことはもちろん、その何度も言うけど、その指はしっかり動いた方がいい。例えばDm だったらどこ
にその、D マイナーがあるかとかそういうのは もちろんある程度ちゃんと分かった上であとは何を弾くかってことを、明確にするトレーニング、なんか俺はそっちの方が今は大事だと思ってやってる。でも若いうちは指がしっかり動くトレーニングした方がいいと思う。確かに、うん、あのやっぱバビーもそうだし、あの俺が知ってるもう超シュレッダーのやつらっていうのはもうちっちゃい頃から音楽に触れてもうすでにものすごく体自体が音楽的な状態で、なぜならもう彼の身内とかみんなシンガーだったりドラマだったりするわけ。ああいうねあの黒人教会で育ったような人たちっていうのはあのみんなそうだよ、みんなそう、みんな知ってる人みんなそう、モノネオンだって教会で育ってんだから、うん、お父さんがベースプレイヤーだしね。だから ああいう人たちっていうのはもう楽器を触る前にもうすでにちょっと音楽的な体になってるわけ。もう音楽を知っているというか、うん、そうそうそう、で楽器を持ってで弾いてるわけで、で多分彼らは今はもう あれぐらいの年齢になるともう指はもう当然動く状態になってるわけだから、多分彼らが今やってることは何を弾くかってことをしっかり明確に、まあ、考えてというか、まあ、考えてないのかもしれないけど、なんつったらいいんだろうな、まあ、表現したいことを表現してるっていうか、うん、それはたまたまベースであるっていう、なんかそれそんな感じ、うん、なんかこっちにいるとそういう風に思う人がまあ結構いるかな。ちょっと俺が教えるものってさ、俺が教えてるものってやっぱりちょっとこう初級者よりまあ上級者になると思うんだけど、でもねちょっとその習う順番が違うっていう話をね、まあ、もうすごい前にもしてるんだけど、習う順番が違う人たちをこっちでいっぱい見てて、楽器ファーストなのかそのミュージックファーストなのかっていうか、なんか楽器をねなんかこうやっぱこう買ってもらって弾いてるんじゃなくて、なんかもう本当に音楽が好きでそこに楽器があったから手に取っちゃって始めちゃったみたいな。だからみんなほらなんかモノネオンとかもさ、これ逆のまま弾いてるじゃん、こうやってだから別にもう何でもいいわけよ。これとかすごいよね、俺絶対できないもん。まずそういう発想しないじゃん。なんなら日本でね、左利きの人が右利きのベースをああやって持ってやってる人がいたらみんな間違ってると思うでしょ、それは。なんか音楽とかね、結構、まあ、スポーツの世界とかわかんない、音楽とかはやっぱそういうアートの世界であんまりこう間違ったというものはないと俺は思ってるわけだから、そうなんつったんだろうな、だからその基礎の練習方法とかもちろん俺がやってきたものとか教えられるかな、教えられるけど、でもなんかもっと日本の人たちがもうちょっと知るべき部分はどういう気持ちで楽器を弾くかっていうか、なんかそんな偉そうなこと言えないけど、なんつったらいいんだろうな、そっちの方がなんかこうためんな、俺はためになった、うん、俺はそういうためになってる、うん、すごくためになってる。